生物。生物、または生き物とは、動物、菌類、植物、個細菌、細菌などを総称した呼び方である。地球上のすべての生物の共通の祖先があり、原子生命体、共通祖先、その子孫たちが増殖し複製するにつれ遺伝子に、様々な変異が生じることで進化が起きたとされている。結果、バクテリアから人に至る。 生物多様性が生まれ、お互いの存在、他者や地球環境に依存しながら、相互に複雑な関係で結ばれる、生物圏を形成するに至っている。そのことをガイアとも呼ぶものもある。これまで記録された数だけでも百数十万種に上ると言われており、そのうち動物は百万種以上、植物、菌類や藻類も含むは五十万種ほどである。生物と読むと、 加熱調理などをしていない食品のことを指す。具体的な例を挙げれば、刺身などが代表的な例としてよく用いられる。生物を定義するのは難しい。普通の言葉では、生物とは生きているものであり、生きているとは生命があることであり、といった言い換えしかできないからである。現在、我々が生き物とみなして知り得ているものが生き物すべてである保証はない。 生物が無生物から区別される特徴としては、自己増殖能力、エネルギー変換能力、向上性、ホメオスタシス維持能力、自己と外界との明確な隔離などが挙げられる。しかし、この区分は例えば、ウイルスやウイロイドのような、明らかに生物との関連性があるがこれらの特徴をすべて満たさない、存在、対象までを区分することができない。このことから言っても、 生物と無生物を完全に区分することは困難なことである。生物の個体は何らかの形の自己複製によりその祖先、親から誕生し、ほとんどは工場性の破綻とともに死を迎える。その間の時間は、生物は外部から物質を取り入れ、体内で化学変化させ、生じるエネルギーで自らの体の状態を一定に維持し、あるいは発展させ、 不要な物質を外に捨てる。つまり、地球上の生物で言えば、タンパク質からなる酵素を中心とする代謝の働きと、核酸からなる遺伝子による遺伝の働きが、生物が生物であることを維持するための仕組みである。現在の地球上の生物に限って言えば、最も明確に生物を定義する特徴は、細胞から成り立っているということである。 細胞は戦術の生物の定義において、生物とみなせる最小の単位である。生物と非生物の境界領域にウイルスやリケッチアがある。両者ともに、多種の生きた細胞の存在なしには何もできないが、適当な細胞の存在下では一定の活動を行い、自己複製を行って数を増やし、他の細胞へと侵入することができる。 それは明らかに生物である細菌類の病原体の振る舞いと変わらなく見える。構造的に細胞からなるリケッチアは生物に入れられる例が多いが、リケッチアも単独では自己増殖能力がないため、境界領域においてはこの三つの能力を基準にした厳密な線引きは難しい。細胞の構造を持たず、自己増殖能力に関わる構造を自らの中に持たないことから、ウイルスは 生物ではないとみなす判断が、慣習的には多い。ただし、その存在の起源に生物が関わった可能性は高く、生物に無関係とは考えられない。現在の地球の大気素性は、窒素が78%、酸素が21%、二酸化炭素が0.036%というような構成になっているが、生物が現れる前は、二酸化炭素が多くを占める構成であった。 その温室効果によって地表の温度も高かった。ここに生物が出現することによって光合成による有機物の生成や生物由来の石灰岩の生成がなされ炭素固定がなされた結果今のような酸素が多く含まれた窒素主体の大気組成となった。ただし大気組成の変化は生物だけによるものではない。地球の大気地球大気の進化も参照のこと。 また、酸素の多い大気になったことによって、保存層が形成され、生物にとって、有害な宇宙船や、紫外線の遮断がなされ、生物の陸上進出が可能になった。また、海水中の酸素が増えることによって、海水に溶け込んだ鉄が、酸化鉄となって沈降し、鉄鋼油貨を堆積させた。また、現在においては、人類が、 大気蘇生の変化ほどではないにしても、地球の環境に様々な大きな変化をもたらせているとも言える。生物の特徴の一つは、それぞれの個体が種と呼ばれるグループを形成していることである。種の違いを認識し学名をつけるのが分類という作業である。現在分類されている種だけで200万と言われるが、未知の生物種は1000万とも1億とも言われている。 分類には何段階かの範疇があり、大きい方から順に、境、門、綱、目、都が、族という枠組みが設けられている。歴史的に最も古くは、生物は植物と動物からなると下に解説、植物界、動物界があり、その後の生物間の進展とともに、三階説、五階、説、八階説などが登場した。現在、一般には、 生物全体をモネラ界、幻覚生物を含む原生生物界、植物界、菌界、動物界に分類するご解説が広くる伏しているが、これは、いわゆる人為分類である。分類学は系統を反映した自然分類を目指して、現在も研究がされ続けている。近年では、堺の上の枠組みとして、ドメインが設けられていて、 細胞特性に従い生物全体を新核生物、細菌、バクテリア、コ細菌、アーケアに分類する三度メイン説が知られるようになってきている。水、タンパク質、脂質、炭水化物、核酸は生物の主要な構成成分である。生きているという状態は無数の化学反応の総和であるという見方もできる。 これら化学反応が起こる場を提供しているのが水である。生物は水の特殊な物性に多くのことを依存しており、極めて重要で、かつ主要な構成成分である。生物の複雑さを象徴する物質の一つがタンパク質である。タンパク質は20種類のアミノ酸が数十から数百個結合したものだが、その順列組み合わせによりその種類は何千万種類にも上る。 あるタンパク質は化学反応を触媒する酵素として働き、あるものは生物の構造を支える骨格として働くというように様々な働きをしている。ロバート・フックがコルクを顕微鏡観察して見出した小さな区画にコベア、セルイコール細胞と名付けたように、細胞とはある区画化された空間であり、とされている。この区画をしているのが、 細胞膜であり、脂質がその主要な成分である。脂質はエネルギーを貯蔵するのに良い物質でもある。生物は区画された空間ではあるが、完全に外界から遮断されているわけではない。外部からエネルギーを取り入れ内部で消費し、外部にエントロピーを逃がす三一構造と呼ばれる仕組みになってる。生物間でのエネルギーの流通に炭水化物は重要であり、 主に植物が光合成によって生産している。ドーキンスは、理己的な遺伝子で、たまたま自己複製する分子が存在し、それを継続的に支える環境が生まれた結果、生物が誕生した、とした。拡散は遺伝子の実態だが、地球以外に生命が発見された事例は、記録されていない。一方、 地球と同様の生物や、あるいは異なった性質の生物が、地球以外に存在する可能性も否定されていない。太陽系においても、火星には生命が存在する可能性が指摘されている。少なくとも、過去においては生命に適した環境が存在していた可能性が高いと考えられている。現在でも、液体の水と熱源がまだ残っていれば、一部の、古細菌、 メ炭タン菌の生存に十分な条件が整っているとされ、水や熱源の探査は火星の探査計画でしばしば行われている。太陽系外惑星の観測は主に星芯などの観測が行われているが、スペクトル観測も少しずつ行われるようになってきている。2007年に発見されたクリーゼ 581C2 生物が 生存可能な環境の存在が記されたことがある。2008年現在、木星型惑星だけでなく地球型惑星の観測成果も少しずつ上がってきている。有機物以外を構成要素とする生物も想定される。このような仮想理論は代わりの生科学と呼ばれている。比較的頻繁に研究されるのが炭素に代わって、ケイ素を中心とする代謝系を持つ生物。 素生物である。SF の世界では、ガスからなる生物や、電磁波からなる生物などが登場する。他に純粋知性、精神あるいは物質に占い意識が登場するが、現在の科学では、物質的な実態に依拠しない意識は、確認されていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。